第32軍は、第2本帝国陸軍の軍の一つ。第2次世界大戦末期、1944年3月15日に編成された第32軍は、沖縄本島に司令部を置き、天み群島から先島諸島を、その守備範囲として連合国軍の上陸に備えた。司令部は、首里に置かれ、首里城の地下に大規模な地下壕が掘られた。軍の作戦は、 や原ら道高級参謀によって立案された。当初は積極構成が提案されていたが、第9師団の台湾抽出後は戦略時給を堅持した。1945年4月1日連合軍が沖縄本島に上陸するも第62師団を配置し、首里の北東か図巻いたを主人地第一線として、チミドの防衛戦を展開した。5月4日、軍は、 戦略時給を一転、総攻撃を実施したものの矢原大佐の危惧した通り、結果は惨憺たるものであった。5月下旬に首里が陥落すると南部のマブニへ撤退し、抵抗を続けるものの、6月23日未明、牛島光軍司令官と長友参謀長が自決し、軍としての組織的抵抗が集結した。高級参謀広報参謀航空参謀情報。 参謀船舶参謀県第一船舶輸送司令部参謀第96師団参謀へ転出通信参謀作戦補佐参謀牛島司令官と長優参謀長の自決直後に拳銃で自決1945年6月13日に戦死死後獣医少々へ進級矢原式では牛島司令官長参謀長と自決ありがとうございます